はい、どうもこんにちは、サイです。今日はですね、秋を書いていきたいと思います。皆様は結構前からリクエストいただいてまして、かなりお待たせしてたんですけれども、本当にリクエストありがとうございます。チェーンソーマンのキャラは再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。ではまず輪郭から書いていきます。真ん中に線を引いたときに頬骨とか左右で対称になるように確認してください。このあたりを詳しくは輪郭の描き方講座で解説しますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。で、耳をちょっと先に描いておきます。で、この真ん中に線を引いたところに鼻が来るので、鼻を描いておきます。で、目は上のラインをここ少し吸ってあげて下ろしていきます。で、前ちょっと一歩ピュッと飛び出させます。で、瞳を描いていくんですが、ここちょっとハイライトちもっと開けて、で、丸で、真ん中に黒い瞳の丸を描いて、で、下のラインですね、で、二重のラインを描いて、で、眉毛、わけは眉毛短めなのでこのぐらいで、で、右目はつむっているので、ちょっとだけ眉毛を描いて、で、また二重のラインですね。で、ちょっとこの鼻のラインはこうつながって眉毛につながっていきます。で、口は鼻の下ちょっと長めに開けて斜めに落としていきます。で、前髪はまずこの左の上のラインからスーッと上がったところぐらいから1本下ろしていきます。で、ここから横に1本ピュッと出して、で、この右の眉毛の先端にかけていく形で、ちょっと長めですね。で、こうつながっていきます。で、今度この二重のラインの終わりあたりを目指して1本下ろして、で、今度逆向きにして顔にかけていくわけです。右横の毛で、頭が頭蓋骨でくるくるくるっとなるので、上から下ろしてくる、一本ピュッと飛び出させて、ちょっとお尻と下ろして、で、こっちちょっと耳軽く見えるんで描いてみます。で、これも左右で高さが揃えます。で、よし、反対側の前髪ですね。今度左目の瞳のあたりを目がけて一本シュッと下ろしていきます。で、顔の横ぐらいにかけるけ出して一気目の毛束、で、ちょっと一本出して、で、ちょっとこれ長いので消します。で、後ろをこうくるくるくるとこう繋がってきてきます。で、ちょっと耳の中を描いて、で、体を描いていくんですが、まず首はこの頬骨からちょっと下がったところぐらいから出てきます。なので、こう左右出てきて、で、首筋にラインと戻ってきて、シャツの襟。で、ここに手は来るんですが、ある程度描いていかないと、スーツの合わせがどうなってるかですとか、そういうところがさっぱりわからないので、ある程度は描きます。で、スーツを前で合わせて、で、スーツの襟ですね。で、肩はここから出ていきます。スーツってこの腕と肩のところにちょっと若干境目ができるので、ここちょっとポコッと盛り上がらせます。で、ちょっとシワを作って、で、反対側も左右でだいたい肩の高さとかを一致させなければならないので、まず襟を描いていきます。
で、スーッと下ろしていって。で、ややこしいのが、ここ、刀の紐ですね。が、ちょっと。で、ここ一つにまとまっていきます。いやー、もうちょっとややこしいな。で、ピーッと、こうですね。で、それによってここにシワができます。ちょっとグイッと上げて、で左と同じくここにもちょっと肩と袖のライン差ができます。でなのでちょっとでこっからちょっとシワを作りながら落としていきます。でここで腕を曲げて手を前に出していくので、ここにシワのたまりができていくっていう感じになります。こっちにこう腕が引き寄せられるからですね。でここにシワができてくるっていう感じになります。でだいたいその肘までの長さと手首までの長さが一緒になるので、あんまり肘がちょっと長くなりすぎないようにします。でここが肘ですね。ここから手を曲げていきます。で肘を描くときはちょっと髪を回転させた方が描きやすいので、ちょっと髪を回転させます。で袖ですね。でこっち側の袖側が広くなるように、ネクタイ掛け忘れてたので、ネクタイ掛けてきますね。で、手を描いていきます。ちょっと袖口をシャツを描いて、こっからですね、手のひらがぐーんと出て、で、ちょっとややこしいので、重なっていくとこ、いきそうなところを今から消しますが、これは書かないとどこが出てくるかさっぱりわからないので、絶対に書いた方がいいと思います。で、手首がこう、腕ですね、腕からつながって出ていって、で、まず、この中指の関節を取ります。で、小指を、指って関節が2個あるので、で、これ1、2ですね。で、爪。爪をちょっとへっこめる形で書きます。で、指。ちょっと指のシワを描いて、で次にここから出てくる親指をでバランスを取ります。親指は関節が2個ですね。でちょっとこのいろんな線を消します。ここで中指と薬指を合わせていきます。で、ここから薬指でこうつながってきて、まず薬指ですね。で親指と合わせていくので、ここでこれと平行させる形でこう中指がつながってきます。で中指の方が長いので、ちょっとだけこう奥にいますが、薬指よりもちょっと長いっていう感じです。でこの親指のラインを消します。であとは人差し指ですね。人差し指をここから顔の前に出していきます。で爪、
せつ、ちょっともうこれネクタイがややこ、ネクタイやら輪郭がややこしいのでちょっと消しますね。ただこれいきなり手前の手から描くのは無理ですね。なぜかっていうと、どこで肘が来るから分かんないからです。で、シワ、あとはちょっと消しすぎた線をつないでいきます。これネクタイが上から来てますね。で、最後に刀をちょっと描いておきます。まず刀を塚から描いてバランス取るのがいいとは思うんですが、で、ツバの部分ですね。ツバを楕円で、厚刃に厚みをつけます。で、鞘ですね。鞘は刀を収めてるので、ちょっとだけこの刀身よりも太くなります。なのでこの刃よりちょっとだけ太く描きます。あとは塚の部分、この厚み、でここの透明具、で皮脂、こうあの紐をこうなんていうの、クロスでこう結わえていくので、刀ってまあ簡単に言うと肘ができていくって感じなんですけど、最後ちょっと紙とスーツにタッチ入れておきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何かあの書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。